皆さんこんにちは、新町 TV へようこそ。今日は大平山ハイキングに来ています。今旧加陽町吉備中央町側の展望台です。今日はバッチリ四国まで見えます。あの島は何？あ、向こう四国でしょ。え？あ、向こう、あの煙の左の方、あれ多分あの境出です。境出の工業地帯 だと思うんですけどね。その向かいに こうなって見えるでしょう。あれもう平らの辺が瀬戸内海だと思うんで、だからここが水島なので、向こうに見えるのはもう、あ、それ四国ですわ。四国は、あ、これが水、これだから、こんな煙が上がっとるのは この島の方から、ここから。ここは境出で、多分五色台の辺じゃないかと思うんですけど、見えるのはね、うん。高松と境出の間の辺だと思います。へえ。今日すごい見えますね。ねえ。煙が出るの見えるのなかなかないですからね。あれ煙ですよ。煙ですね。煙が出るの境、水島。水島じゃない。水島なんだ。水島はこっちの方になるから、灘ですからね、これ。灘。あっこでちょっとキラッと低く見えるのは海だ、瀬戸内海ですね。この島なのかな、本当に。まあ、こんなカメラじゃ撮るのならんけど。あれ境手だと思います。ええ、どうにもならんな、これじゃ。うん、でそこのあれが大和さん、うん、あこのあれね、ちょこちょこちょこ見えてる、テレビとかなんか見えるの、雨量計があるとこ、うん、あそこも行った。大山はね、向こうの展望台に行かんと見えるんです。ああ、大山はね、こっちの方角ですね。あ、こっち来たでしょ。向こうにちょ、ね、うん、右行った。頂上いう方へね。ええ、ここへ来るより向こうの方が楽なような気がする。あ、そうです。向こうの方が楽です。行かれる。行ってみよう。まだ早いでしょ。1時半終わって。あっちは武漢側になるんで、吉備中央町がやるとこっちになるんです。あの武漢町で高橋氏が分になるんですよ。それです。で、こっちは吉備中央町が整備してるからこっちに、うんうんうん、ああ